皆さんこんにちは。今日もサクッと3分始めていきましょう。今日はヒールを1日履いていたら膝から下がすごく重だるくてきついんです、なんとかなりませんかというご意見をいただいたので、なんとかなります。それはたまにですね、僕もダンスやってる時につま先立ちになることが多いんですね。特にジャズダンスとかをやってる時っていうのはしっかりと体を引き上げて一番高いルルベっていうんですけどね、つま先立ちになることがあります。そういう時にやっぱりこの辺疲れてくるので、ぜひそちらの方ストレッチで改善していきましょう。寝る前とか、あとご帰宅された後とかにやるのがいいんじゃないかなと思います。それではスタートしていきます。はい、それでは今日は少し地面に座るので、私今日靴を履いていません。それではまず正座をしていただきたいなと思います。膝が痛い方ちょっと気をつけてくださいね。正座をします。今横向きますね。そうしましたら正座をしたら、これだけでもすねの前の筋肉伸びてくるのがわかると思います。はい、で少し余裕がある方はバウンドをしてみてください。できれば後ろを向いた時につま先が内側にこういうふうに入るのではなくて、自分の内側の線に母子球が揃うような形になっていると伸びやすいです。少しこれでは強度が物足りないという方、少し腰をずらしていただいて、お尻を少し中側にして下にやるようにしてみてください。これですねの前の方の筋肉が伸びていく状態になります。はい、今ねこれを正座の形でこういう風に片っぽ支え作ってこういう風にやってもいいですし、ちょっと硬いなとか痛いなっていう方はこのような形になってやるのもおすすめです。はい、これがつま先立ちになっている時に使う筋肉、前のすねの方の筋肉も使いますからね、こちらの方の伸ばし方になります。そしてもう一つです。もう一つはアキレス腱ですね。後ろの方も使っていきますので、こちらを正座をした状態から立てます。ももとお腹をくっつけます。そしてこのままですよ、膝が地面に行く線をイメージしてもらって、手は添えてもらって構わないので、胸で押し込んであげるようにしてください。はい、かかとが上がってはダメです。かかとはつけたまま少し押すようにしてください。はい、であまりグッグッとやるよりはグーッとグーッと押し込んでってあげるようなイメージの方がいいです。はい、反対もやってみましょう。しっかりと立てて胸とももをしっかりとくっつけて、膝の地面までの線を意識するようにしてグーグーです。はい、これでアキレス腱少し楽になると思います。そしてさっきすねの前のお話もしましたけれども、さらにさらに強度が欲しいという方はこの状態からつま先を立ててしまってもらっても構いません。でちょっとね、指先パキッとなるかもしれないんですが、この状態で膝とかを少し添えてあげるといいですね。これで本当に軽くでいいですよ。少し前後に揺れてあげたりすると、ここさっきよりも伸びていくのがわかると思います。はい、おそらくそろそろ時間が来てしまうと思うので、よいしょ、短めにやりますが、皆さんはこれを一つのね動き、一つのストレッチに対して30秒から40秒ほど息を整えながら、大きく呼吸をしながらやると少し楽になります。はい、そうしましたらゆっくり立って、はい、最後に今この下ですね、伸ばしたところを少し振って集まった血とかを散らしてあげるようにすると、少しだけ楽になった感覚あります。今のを全体的にですよ、今やったのを1セットだとして、散らしてあげるまでですよ、1セットだとして、またやります。でまたやってって3セットぐらい、僕は疲れてる時にはやるように心がけています。はい、これでね少しでも、皆さんが1日、ヒールなんかで立ってた疲れが軽減して癒しになると嬉しいです。今日のサクッと3分はこれで終わりにしたいと思います。スペースアートダンス TV ではこのように皆様にちょっとしたお役立ち情報をお届けしていきたいと思います。ダンスの技術を使って私生活に何か役に立たないかという観点でサクッと3分は進めていきたいと思います。ダンスのレクチャー動画もやっています。ダンス未経験の方でもできる入門者用のレクチャーもありますので、ぜひチャレンジしていただきたいなと思っています。それでは今日のサクッと3分を終わりにします。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。